かつて火を使った戦士はもう動くことも再び大地を踏むこともない。忘れてはならない。時は戻る。それは灼熱の大地。犯罪者で構成された第10シリア閣下の新長い地だが、激しい追撃を イフリートとピクシの新型か。こんな時に隊長機のようだな。一気にやらせてもらう。今のうちに蹴りをつけた方が良さそうだ。この作戦がうまくいけば食い物にありつける。ごちゃごちゃ言わんと誰が強いか決めればいいんだ。まだだ。you
さて、貴様がどこまでやるのか見せてもらおうか。ふん、補欠にいらずんだった。迂闊なんだよ。
思想が出てるぜ。悪いことは言わない。ここらで引いちゃくれないか。お前さんは戦う覚悟があるのか。
このピクシーが量産されれば戦争なんかあっという間に終わるぜ。所詮お偉いさんには分からんだろうさ、実戦ってやつはな、俺たちの戦いはまだ終わっちゃいない。モビルスーツ、そしてパイロットも波の強さじゃない。
所詮お偉いさんには分からんだろうさ、実戦ってやつはな。やろう、調子に乗ってんじゃねえ。くそ、うまいな。まだ俺の戦いは。RX78XX ピクシー、 地球連邦軍がホワイトベース隊のニュータイプと噂されるエースパイロットのために用意した新型モビルスーツである。今真の主のもとへ届けられるべく、灼熱のゴビ砂漠にその機体は隠されていた。そしてその新型を狙うジオン公国軍ウルフンガー隊、彼らは配送の上を癒すべく奇襲による物資強奪を行い、ようやく出会えた友軍部隊をもカマセイヌに利用、ついには眠れる妖精を戦場のただ中へと引きずり出した。
妖精を狩るパイロットは本来の主ではない。ウルフガー隊は新型が脅威となる前に、しかし砂漠の妖精戦い続けること。レイ、それにレストも言ったか。クソだれ、あいつらが先に死ぬ必要はなかったんだ。もう二人は戻らないか。サキ、マーチン、砂漠で嘆いても仕方がない。俺は今晩もう一度あの基地に攻撃を仕掛けようと思う。私は大尉の決定に従います。弾薬もまだ残っていますし、モビルスーツの損傷も軽微です。あの新型の性能はかなりのものだった。とはいえ昼間の戦闘であの基地の戦力はもはやズタズタだ。はい、一日のうちに何度も襲撃されれば兵たちの疲労もかなりのものかと思います。そうだろうな。闇夜に紛れ一気に敵基地に突入し、最優先目標の新型モビルスーツをやる。かなりの危険を伴う作戦になるが、付き合ってもらうぞ。なに今さら水臭いこと言ってんだ。こんな面白そうなこと放っておけるかよ。夜までにはまだ時間があります。すぐにモビルスーツの整備と補給を始めましょう。助かる。では各自準備に取り掛かってくれ。それでこそ大尉です。とっとと済ませて腹ごしらえもしまおう。おのおのに各炎の月夜の明かりだけが。死にゆく者たちへの祈り。
Thank you.
って敵まだだ。
待って、青いやつ、今度こそ逃がさんぞ。じゃあもったいない。
様だけは俺の手で。ここで貴様をやらないと死んでも一人はぐれちまう。きつい。まだまだだ。ここまでか。見事だったぞ、連邦のパイロット。お前の勝ちだ。みんなすまない。それでも俺は満たされている。俺は何のために、これは一体何のための戦いなんだ。戦いが人を狂わせるのか。人は戦って失い、戦いを憎み、戦いを否定し、それでもなお戦うしかない。戦いで得るものなどないと、それが無意味だと誰に非難できよう。生きることそのものが戦い、戦いこそが全て。我々は忘れてはならない、そんな死にゆく者たちへの祈りを。目標を発見した。早いな、基地からそれほど離れていなかったか。どうやら相当のダメージを受けていたようだ。周囲に敵兵はないか。周囲に敵兵なし。これより回収に移る。Thank you.